はい、どうもメリーです。今回初めてゲーム実況を撮っていくんで緊張しています。でかい丸勝ちウッドハンマーやった今回はこちら、サイゴリラゾウサゴーゾウサゴーゾウ、はい、サゴーゾウです。ゾウよーいっす。いやー、頼むサイドン、サゴーゾウサゴーゾウ、ナイスサイドン、セイヤー。ただ砂嵐の効果とオーロラベールと突撃直帰で全然食らわない。アニメのバクガメスもいいやつなんですよ。ほんと可愛い笑顔受け取って、はい、可愛い。チェルメソーラーブレード、かっこよすぎるでしょこれ。わあ、結構入った。私らがやっぱ硬いよね。うお、やけど、あー、やけどきついぞ。地味にダイスパックで帰る。ワイルドリアいいよね。あ、痛い。いいね、硬いね。イエスさん、いいね、硬い。オッケー、ナイス、イエスさん。いいね、初陣で大活躍じゃん。おえ、うわ、ジュナイパーバトルで出せる時が来るとは。ロトムかい、かけのいい、うわ、かっこいいんだよね。めっちゃかっこよくない？ラプラスでもまあ大丈夫。そう、倒しきった、ナイス。ジュナイパー、あー、なんかそんな気がした。ほら、オッケー、ナイス。キングラー、さすが力づく。そいや、オッケー、倒した。いいね、硬い。2ファイト、オッケー、頼む、オッケー、耐えてくれ、頼む。耐えたらワンチャンある。オッケー、で弱点保険なんですよ。あ、急所で2段階上がるでしょ。こっちも弱点保険、あっちも弱点保険だよ多分で勝った。弱点保険、種マシンガンは2回は絶対当たるから、オッケー、いいね。パンプ陣やった。はい、今回始まりました実況解説、やっていきたいと思います。実況の私は実況のメリヒコ、そして解説はメリザワさんにお越しいただいております。どうですか解説のメリザワさん。ああ、そうですね、今回は解説ということでやってきたのですけど、メリエ選手のパーティーですか。メリエ選手のパーティー、うーん、どうなっていくのかちょっと楽しみですね。はい、解説のメリザワさん、メリザワさん、ちょっと今のところコメント薄いですけど大丈夫ですか。うーん、相性としてはまあまあ五分五分っていう感じじゃないですかね。けどなかなか、おー、始まりましたね。あー、始まりました。はい、行かない。はだってあれ、バックアウトってめっちりってなんだ。95 外すってある？マジか。まあ、100% じゃないから外すことはあるだろうけど、嘘でしょ。クリムちゃんはネガフォルムでも可愛い。弱点保険が発動。嘘でしょ。やけど引くの？嘘？そこでやけど引く？マジで。やけど何パー ?10% だっけ？嘘？どうせ、やけど、火炎玉を持ってるパターンの方が多いので、まあ、どうせならっていうことで、麻痺にしてみました。電光石火持ってたら嫌なんだけど、起死回生。
もうじゃなかった。騎士回生は HP が低くなる場合になるほど威力が上がる技で、今威力が200の格闘タイプの技になってます。 HP が1なので、ゼルシーで相手を麻痺状態にねしていくという感じで、 OK。 どうもこんにちは、メレーです。それでは鎧のエキスパンションパス、鎧の孤島が来たということで、早速行ってみたいと思います。着いたけど、ここで待ち合わせをしている人がいるんだけど、来るかなということで、待ち合わせ。でどうも、ロリポップ忍者です。帰ってきてくれたんですよ、僕の好きなポケモンハッサムが。まあ、これと一緒にポケホームから送って行きますよ、鎧島に。もう送ったの、ポケホーム。来ましたよ。早っ。おお、すげえ。やっぱすごい。あ、こんな感じ？アマーガーの おっさんに連れて行かれた。あー、カリキリがいるー。あ、ってことラランテスが来ると。ラランテスも来たんだ。いや、なんか出るのは確定してたんだけど、ダクマはメリエのポケモンになった。かわいい。かっこいい。かわいい。かっこいい。おや、ダークマの様子が。おお、ごつくなったな、ダークマ。ごつくなったな。おめでとう、ダークマはウーラオスに進化した。見るがよい、これこそがウーラオス。どんな歩行もほふる、頑強な鎧。悪の型を極めし姿ぞ。これは。いや、いいダメージ。オーケーオーケー、倒せるんじゃない？あ、強っ。さすがマニラ。これで防御力が2段階上がっていく。昼見狙ってきたな。完全に。やめてー、拾わないでー、粘土ルー。うわぁ、やだ。やだー、マジでやめてー、ほんとやめてー、ほんとやめてー。いやー、もう、なんなんだこれ、ほんとに。3割でしょ？昼見すぎだよね、ちょっと。もう2回昼んでるからね。うわ、3回昼んだー、こんな感じ。でもかなりダメージは与えられるよ、多分。一撃。さすがに鉄壁3回積んでるからね、防御力マックスだからね、今。粘土ルなんか粘土ルの動画になっちゃったな、今回。ナイス、粘土ル対戦ありがとうございました。いいね。では魔の尺で攻撃と防御が上がっていくと、上げて、倒して、オーケー、ラランテス大活躍。メドビーム来たよ。わ、かっこいい。溜めて、うちの力が溢れ出す。特攻が上がって、パワフルハーブで一ターンで攻撃。メドビームかっこいい。しかも強え。耐えてくれ。うっそだ。あ、ここで急所当てる？マジか。急所に当ててくれ。50%。いいね。OK。スナイパーの効果で 2.25 倍。さらに。いよいよ、ドラピオン。早いよね。うわ、ずーいよ。急所。特攻を上げて、さらにパワフルハーブで宇宙の力を打ち出す。いくぞ、メトビーム。宇宙、来たー。かっこいい。どうかな、メトビーム。宇宙のコスモを感じたことはあるか。
コスモを感じてコスモを燃やす。特攻を開けてパブルハーブ。さあ外れた。え、ちょっと嘘でしょ。かっこいいわー。ちょっとこれダイナミクスカミックスめっちゃかっこいい。すげえ、バックカミスみたいになってるけど。おお、すげえ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 、かっこいい。あ、目が光ってるのめっちゃかっこいい。あは超かっこいいんですけど。やばい、テンション上がってきた。わ、色違いの巨大マックス初めてだ。かっこいいな。大セットか。やばいかな。まあ、耐えるでしょう。オッケーオッケーオッケー。半分半分。翼が上がると、まあ、これ眠るかながね、当たるでしょう。オッケー。今回は冠の雪原が配信開始されたということで、早速ね、冒険やっていきたいと思います。まあ、今回はちょっと冒険一人なんですけど、超楽しみ。どんなポケモンがまずいるのかだよね。 PV とかは見たんだけどね。君って冠雪原初体験でしょう。そうです。俺の名はピオニー。ピオニーって名前ね、かわいいね、意外とね。名前ボスゴードラー。ギター、うわかっこいい。やべえ、かっけえ、ボスゴードラー。うわー、ルージュラだ。あ、止まって、お、なんか挨拶してる。ちょっとこっちもポーズしちゃおう。ほい。ああ、見てくれない。うわ、ルーツラだ。うわ、色違い、ちょっと待って。嘘。マジか。どう？どーん。嘘でしょ。じゃあ、だって、ピオニーさん。You are バドレックス。豊穣の王と呼ばれしも、かっこいいね。バドレックスってか名前がかっこいいね。わー、かっこいい。お、すげえ、力が流れ込んでる。なに、ブリザード？うわ、は？いって、あ、強っ。わあ、来た。あ、食べてる食べてる、かわいい。あ、バレた、やべ。来た来た来た、なんか来た、なんか来た。あ、かわいい。わあ、すげえ。大変なことになってる、争ってる。あはは、すげえ、かっこいいな。三つどもえ。みんな黒がね、入ってるよね。あ、バレた、やべ。どれだ？これかな？わあ、来た。あれ？おお、びっくりした。かっこいいね。ああ、ぶつかるの早いな。いた、かっこいいね、カルメの。わ、いた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 。いきなり、早っ。疲れてきてるね。ずっと走ったら疲れるんだ、やっぱり。あ、追いつきそう。オッケー。あはは。やっぱちょっとダチョウっぽいよね。氷山ポケモン。はい、レジスチルもね、色違いが、やっと出てきたので。ちょっとね、早速捕まえていきたいんだけど、まあ、とりあえずどうだっけ。ダイマックス来た。まあ一発 OK。 かわいい。来たよ、巨大マックス不思議バナ。いや、めっちゃね、好きなんだよね、巨大マックス不思議バナも。てか、ギザード、ウン、カメックス、不思議バナ、この3体の巨大マックスもほんと好き。巨大ミナス、来た。ああ、ベチン。いや、すげえな、破壊力。かっこいい。これハロウィンですね。これはハロウィンだわ。
ていうのは、あ、でもよかったかもね。うん、かっこいい、マジでかっこいい。あ、かっ、強い。そして強い。カラーエブル。よし、攻撃、特攻、素早さがぐんと上がった。いや、でもメトロビーム行くしかないでしょ。こういう時のためのメトロビーム、今回の企画としてここはもうやっていくしかない。うちの力を感じて特攻1段階上げて、頼む、パワフルハーブでみなぎってきた。 OK、 特攻3段階上昇からのメトロビーム、どうじゃい、行くよ、ガチグラス。いい番組、オーバーヒート、ふぅ、いいんじゃない。で、村っけ、ここ大事。どれかの能力値が2段階上がって、どれかの能力値が1段階下がる。特攻が下がって防御が上がった、意味ねえな多分。まあやっぱり何年かということで、今年は牛ということで、今回はね、パーティーは牛パーティー、牛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 ということで対戦やっていきたいと思います。かっこよっす。あっぶね、嘘だろ。それ素早さ抜けなくない？うおー、しかもしびれる。素早さ勝ってたのに、嘘でしょ。運なさすぎるって。ありがとうケンタロス。いやでも勝てそうだったね。遅れに遅れた侍の仁王ということで、超筋肉ラグナ、どうすりゃいい。音量器、よいしょよいしょ。はい、あ、ちょっと待って、ためなし？誰も来ず退屈していたところ、今日を潰し家康とやらも潰せば、この国は戦乱に満ちた黄金の国になる。あなたまが戦のないよう
作れると思うか。 A world without war。 わしは作るぞ。 その大義のため力を尽くしておる。 お主は鬼を斬るその力、何のために使う？I'd never thought about that。 こいつがどうなってもいいのか？Come on！ What？ そう言うと思ってたわ。私に価値なんてないの。いや、ちょっと、いや、無理、無理。強いよ、ちょっと、強い。肩。うわぁ、なになになに。うわぁ、すごい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 。Just in time.I have resurrected the most feared overlord in all Japan, Nobunaga Oda! うわ、怖いなぁ。雷。いや、でも、ご了していくしかないんじゃない？ラセンプー。お、ケリーだ。ふん。The Serpent Yamata no Orochi!なんだそれ。変妖怪ヤマタのオロチ。 What about you? I won't trouble you again. We'll disappear. I have no desire to be killed.あ、出てきた。なんだ？お、ケリーみたいなやついたよ。ふん。うわ、ケリー。ケリー、ストップ。ウェイウェイウェイ。ケリー養成所学校だ。うわ、聞いた。100目。そして、こいつが黒幕。ラセンプー、なんだ、うぶ一撃。その刃、わしには届かぬようだ。ここは戦の要。真田丸は
落とさせぬ。ちょっとかっこよすぎる。しかもイケボ。待って待って待って。あ、これやばい。なんか打てる気がない。よし、やばい。おお、怖い。いや、あ、どうだ。すげえ。何よの連続攻撃からの居合からのジュバーみたいな、めちゃくちゃかっこいいコンボ決められた。おお、かっこいい。え、かっこいい。まもなく日が暮れる。参ろう。慶長20年、元和演武。江戸幕府は元号を元和と改め、天下の平定を宣告。ここに戦乱の世は終わりを告げた。キャラクタークリエイトをしていくんですけど、一回坊主にすると、こうキャラクタークリエイトした時にこう狂いにくいっていうか、あんまりそこまでおかしくなりにくいっていうか、やりやすくなるっていう感じっぽいので、はい、ということで今回キャラクタークリエイトはとりあえずこんな感じでしてみました。うえ、やばい、あ、やばい、危ない危ない。敵の体が赤く光ると大技って言ってやばい攻撃をしてくるんですけど、あ、やばいやばい。これに合わせてこうカウンターをしてあげると相手がひるむっていう。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。え、なんてことある？延々だ。鬼か。回復。いて、なんか竜巻通してくる。やばい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 。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだ山しね。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な。ただし、名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは。ここに例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。上属政府よ。ほい、3回回復しといて。あぶね。来た。常闇。よし。
カッシャ。あー勝家様、ちょっと待って、一回落ち着こう。回復するやつ、やっべ、なんだそれ。だが死ぬやつには何もやらん。秀吉さんかい。なになに、あ、なんかやったよ。回復するやつ、あ、外れた。回復するやつ、いやー秀吉さん変わったな、ほんと変わっちゃったな人が。なに、カウンター的な感じ。どうっていうか世界を半分やるってなんか竜王みたいなこと言い始めたけど、この力があればお前はもういらん。また会える日が来るとは。うわ、四天王寺絶対強いじゃん。早くしらつ。おお、あ、よく見たら戦略がない。え、なにこれ。最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。世は滅びぬ。ちょっと待て、愚か者め、死ぬがいい。待って、何、ちょっと待って、よっしゃ、生きてる、終わんない。え、何、え、待って、生き返った。そんなんあり、ちょっと待って。ちょっと待って、ウィリアムだ。しかもあの感じで見るとちゃんとあの本編クリア、日本の物語を終えた後のウィリアムだよね、これ。やばい、ちょっとこの人の主人公ちゃんの目が、待って、てかちょっと待って、いろんな武器使ってくる感じ、やっぱ主人公だ。そうだよね、武器2つ持てるからね、主人公って。痛いよ、刀やった。あ、避けるな。
やばい、ちょっと感動、いや、やばい、ちょっと興奮すぎていろいろ物を落としちゃった。おい、マジか、ウィリアム来てくれんの？てか今の見た、こう壁にこう背をね立てかけてる感じ、かっこいいわ、ちょっとうわーマジか、ちょっとやばいよこれは、テンション上がるよ、ウィリアムだよ。ねえちょっと待って、あ、己の中かこれ。いや、藤吉郎さんもかばって、いてててちょっと待って、うわあ、待って、秀吉さんの声が聞こえて、あの秀吉さんのショコレが都会にかかってやつ、ああ待ってて、秀吉さん、藤吉郎さん、ああ秀吉さん、秀吉さんが頑張ってくれてるんだ。うわもう妖怪かた、こっちも決めるぞ、大竹丸、こんな戦い終わりだ。あと一人だ、帰ってこい、エナジー、達成。危なかったな、もう少しで。ムミオ、すまんな、お前も来てくれたのか。 But isn't Hideyoshi a traitor and a Looks like you're off the mark. 藤吉郎、人に戻ったのね。ああ、すっかり。長い間、面倒かけたな。で、あやかしになったご気分は？体はどこもおかしくない？そいつはこっちに聞いてくれよ。なあ、秀の字。戻ったか。梅雨と落ち、梅雨と消えにし我が身から、何はのこと、夢のまた夢。どうせ行くとこないんでしょ、来れば。あー終わった、あーよ、でもなんか良かったな、ちょっとモヤモヤしてたんだよな、藤吉郎さんのことは。